こんにちは、大阪市の引き算レシピで作るお菓子教室ひすなずた大下香織です。今はですね、あると便利な道具シリーズを展開していますけれども、できれば買わない方がいい、こっちの方がいいっていう道具を今日はご紹介します。ボールなんですけど、私はこういうボールを使っています。でボールを買うときは、お菓子で使うボールを買うときは後ろがつるっとしているものを買ってください。中によくデコボコってなってるものがあるんですけど、あれを使うとですね、混ざりにくいとか、ここのデコボコに粉が残るとか、いろいろ不具合が起こります。また鍋ですね、鍋、これが、ステンレスで、ステンレスっていう素材が一番いいんですけど、これとても安かったんですね。で薄いんです、すごく安いからやっぱ薄かったんですね。どうかなと思って買ってみたんですけど、薄いから焦げ付きやすくて、すごくもう使えないですね。でもし薄いのよりもちょっと分厚いアルミの方がずっといいですね。焦げないしいいと思います。で、さっきのボールと同様ですね。でもし買うとしたら、こういうデコボコの底のではなく、こういうつるっとした底のやつを買ってください。例えばこれで、シロップ、イタリアンメレンゲのシロップとかを煮詰めるときに、ここばっかりなんか溜まって均一にシロップが煮詰まりにくいということがあったりします。ちょっとしたことなんですけれども、選ぶときの参考にしてください。ありがとうございます。